皆さんこんにちは。今日も始まりましたママラフ。この番組はママが笑えば子供も笑うコンセプトに、ママが笑える、ママが楽しめる、そしてママの気持ちが楽になる、そんな情報を私うちのテイストでお届けしている30分番組です。まあね、なぜそんなに私が楽しそうかというと2週我慢したんですついに話せるんです。そうです2週名前出すの我慢したんです。誰の北村匠海さんです、はい。な、推しの話なのでね、ケイちゃんはケイちゃんで、はいはい。BTS もしくは何、パクソジュン、もう韓国ドラマ、韓国ドラマも大枠になっちゃって大枠になっちゃって、はい、のね話をちょっと、はい、まあ20分足りないと思いますが、はい、30分20ね8分ぐらい足りないと思いますが、はい、あの私が今週オンエアの週の、その週の土曜日が、うん、いよいよ富士急ハイランドコニファーフォレストで単独ライブでございます。すごいね。どんなんなってんだろう。分かんない、どんなんなるんだろうね。え、中であれ撮っていいんですか。撮っちゃダメでしょきっと。自分のことって。自分くらいはいいと思うよ。自分くらいはいいんじゃないのかな、ねえ、うん、でも何撮ってるか分からないから怒られるかな。本人たちがいたらダメだろうけど、うんうんうん、まあそのほら準備中そう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 、みんなが入場中、もうすぐ始まるよとかつってライブしてください、ね、あ、ライブで、ね、もうすぐ始まるよ。いやでも一応私こうマスクして、おそらくこう帽子かぶって誰かわからんぞいう感じだと思うんですが、そうですね、うん、なのでライブ、まあでも写真はきっといっぱい、ね、アップしていいんかな。まあお客さん、あ、じゃあ自分だけやったらいいか。うん、いいと思う。セットはね、なんかネタバレなるからあげないでくださいみたいな。そうなのかな、うん、でもこれ1日しかやんないから。あ、そうか、じゃあいいか。そう、1日しかやんないってすごいなって思うんだよね。うん、そのためだけにセットリスト組んで、ね、バンドっていうかさ、そういうのも組んで、うんうん、曲順ね、あれとかも組んでたから、めちゃめちゃ張り切って来てくれんちゃう。そうだろう ね、きっとね、もうなん楽しみでしょう ね、本人らも。あ、本人ね、でだからすごいな、うん、その日だけっていうすごい特別感はよかったなで絶対ほら DVD とかさ、ブルーレイになるじゃん。出る出ます。絶対買うし、絶対買うね、映っててほしい。いや無理、それはちょっと難しいかな、まあ、なのでね、メインでもまた推しの話で盛り上がりたいと思います。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼントシャナナンバー、とりあえず私から言っていいですか。もちろんあのね、7月の9日から、はい、北村匠海主演、うん、東京リベンジャーズが始まります。映画です。めちゃくちゃ嬉しくって、私は、こう収録の日が公開7日目、うん、1週間ちょうど、ね、はいはい、公開して7日目、はい、なのかな、1週間で私6回見に行きましたすごいでしょ、ね、すごいですね。で昨日今日見れてないわけですよ、はい、ちょっと禁断症状出てますそんなのある、すごくないですか。見たいなって。公開6日目の時にゆかさんとね、うん、あ、そうそうそうね、もう一人お友達のゆみちゃんと3人でね、ご飯食べに行ってる時にうちの長女にね、その話してゆかさんなって雷鳴ってんのに映画館走って行ったんよって言って、そ何見に行ったんで、リベンジャー、東京リベンジャーズって言って、ね、何回目と思うっつったら、えっって言う、えって聞き返すね6回やで、ね、公開して6日目でって言ったら、え、どういうことって高一どういうことって言ってましたまあね、うちの家族もね、さすがに4回目までしか言ってないからね6日で6回って毎日見とるからね。で初日に2回見て、2回見たので、実はね、なんか1日ちょっと見れない日があったんですけど、す火曜日だけ見れてないんですけど、新記録出ますね、きっとね。どうかな、ゆかさんの記録はあの永遠の0 16回があるもうそれはね、半年かかってたからね。でももう6回でしょ、あと10回でしょ、で週2回行くんでしょ、うん、5週
でもね、うん、後になってきたら一日の回数が減ってくるのよ。あ、そっか、朝一とか、最後のなったらもう朝一とか、だから合わせていこう。だから行ける時に行きたくって、私はね、一昨日は雨の中豪雨の中の、ね、お店の人がね、今出るのやめた方がいいですって止めに来たからね今やめた方がいい、そう、で一瞬やめたんだけど、うんっていろいろか、うんっていろいろかけて、うん、けいちゃんごめんって言ってお金だけ渡すっていう、ね、だってあのね、もうほんまにチケット取ってるから、あんなにけなんか必死に行こうとしてると思ったらね、取ってへんっていうね。え、それでこのもうすごい1秒にね、だって会った瞬間に多分ね、私今日1時半には出るから、そう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 、だからものすごい映画チケットも取ってはねえな思ってたら、もう1秒ごとに雷鳴るぐらいの勢いやのにお店の人も止めてんのに行ってくるそう、あの本当 1,2 分の間でずっと頭の中にどうすればいい、どうすればいいあ、近所にファミマあったわ、あそこで傘買っていけばいいんだ、ファミマまでは少々濡れるけどなんかマジで行ったでって言ってもう我ながらね、本当に今のこの行動力、仕事に生かしたいって思うよね生かせる、生かせる、もう充電してますもんね、そのラブパワーもうほんまあのね、命が危なかったと思うよ、あの雷はあの中、いや、私が出てからそうでもなかったから、ほら神様もね、天気もね味方してくれて、そんなに降ってなかったよ、だから全然濡れなかった、だからファミマまでは濡れたけど、そっから先は。で、ああいう時は本当に私もちゃんとはっきり言える人だなと思ったのが、あの普通さ、ああいうほら買ったやつの、はいはい、あの何、うんうん、包み紙みたいなのって、はい、まあしゃあないなと思って自分で取るけど、すいません取っといてくださいってもう時間ないからみたいないや、ほんまに行くと思えへんかったからもうびっくりしたわ。いや本当に、私あのね、一旦降りかけてね、やめ、今は出ない方がいいですよってお店の人に言われた時は、うん、ちょっと諦めたもん、マジで。いや、だから、あ、まず3人で喋りましょうとか言ってたら、やっぱり行くわちょっとあの辺 1,2 分、私あの上の空だからもうほんますごいと思った、あれは。私でもびっくりした、まあ、にギリで、しかも時間的にはギリギリだったから、昔の私なら完全に諦めてるよね。すごい、何これ、ギリ、あの、あと4席ぐらいしか残ってなかったところ、娘さんでこれでね行ってね、全部満席やったもんめっちゃ泣くけど、もうほんまギリ、うん、ギリギリで、よかったですね、空いてて。そうで2日空いてないので、ちょっと禁断症状すごいな。それでもね、あの何 YouTube とかいろいろ見れますやんか、うんうん、見れますね、まあ、家でも。それは入れへんの、カウントされないんですか、見てるっていう。あ、どういうこと、禁断症状になるってことはゼロ。あ、いや、あ、当然家ではずっと見てますよ、うん、寝る時間以外、寝る時間プラス30分ぐらいじゃない、あの、たくみくんの顔見てないのは、はいはい、ぐらい見てるけど、大画面じゃないからやっぱりね、うん、で、私ちょっとほら、そのそれこそこの6回目の時は、はい、席がもうほとんど空いてなかったから、はいはいはい、選びきれなくて、うん、ちょっと後ろ側だったのよ、うん、つまんないわ後ろ。え、ちっちゃいから、ちっちゃい、やっぱもうこんなしてみたいもんね。じゃあ、いっちゃん前、私一回一番前だった、あの日曜日に行った時にはもう満席で、うん、一番前しか取れなくて、一番前首めっちゃ痛いやつですね。あ、全然全然、あ、マジですか、うん、でも私あれぐらいでいいわ。へえ。でも近すぎて思い出したね、思い出したね、ウッジョブ、うん、一番前で見たよね見たウッジョブというのはですね、昔のケイちゃんの推しのですね伊藤英明さんが主演のめっちゃおもろい映画で、ゆかさんね、映画館でね、声出して笑って思ったんですよね涙出たもんヒヤって言って笑ったねあれ一番前でしたっけ、一番前で、しかもあの東宝シネマズ梅田に行ったらもう満席で見れなくって、わざわざ大阪指定西洋シネマ、シティシネマまで通った行ったんよ。そこでももう席がなくて、一番前しか空いてなくて、一番前で二人で見た。いや今ね、アマゾンプライムできっと見れますので、ぜひ見てください、めっちゃ面白いんで。めっちゃ面白い、ね、面白い。で、そう、あれ思い出した、あれさ、ほら、あ、主演か、うん、主演映画で、他の作品賞とか何も取ってないのに、あの人だけ主演取ったよね、確か。伊藤英明、違ったっけ、え、本当ですか、あれ違ったっけ、主演映画じゃなかった、覚えてへんもうね、あんなにコラ画像作るほど好きだったのに海猿の名シーン、海猿のコラ画像も作ったし、もうなんならね、フェイスブック遡っていただいたらね、誕生日にね、ホットケーキにねハッピーバースデーってか、あんなに好きだったはずなのに。いや、あの海猿の名シーンね、そう、ね、まあ、今のね、推しはね、はい、あ、BTS の
自民ですね。よし、あ、ちゃん言わなくなった。最近練習してるからちゃんをつけない練習してますから。 うちの娘にその話したのね。なんか自民ちゃんって言ってちゃんつけてたら、なんか娘さんたちになんかおばちゃん臭いって言われたらしいよって言ってて、うん、でもうち私と私の娘の間ではもうけいちゃんが言ってるのそのままだから、自民ちゃんって二人して言ってるからやっぱおばさん臭いらしいよでももう自民ちゃんだよねっていう。そうでしょ、ぴったりやねんけどな、ちゃんつけたのなんか。この間 FNS 出た時、はい、顔髪型がさ、みんな髪型も色もみんな普通だったじゃんちょっと見分け つきませんでした。もうね、あれ毎回違うから、同一人物って多分分からへん人多いと思う。私もあの初めてね、うん、あの PV ですか、うん、見た時に、うん、BTS は7人のはずなのに14人ぐらい女っていうぐらいあの誰が誰か見分けつきませんからね。一応でも私ジミンちゃんだけは分かって、はい、うちの娘にこれみたいなのはできるようになって。そうでしょ、うん、でも他は全然分かんない。ね、なんか毎回髪型とか髪色とか、うん、ほんと違うから。そうで、また今回は普通の髪色やったやん、うん、派手な髪じゃなかったじゃんみんな。黒に今ねしてるね、あのしばらくすごい染めたりとかいろいろしたから、うんうん、ちょっといたわってるらしいです髪の毛大事にしてるみたい言ってはりました。あ、自分たちで言ってたんだ。そうそうそう、ジミンちゃんね。あ、ジミンちゃんが、あの虹色にしたりとかいろいろブリーチして ね、すごいめっちゃ好きやったんですけど、真っ黒、うん、真っ黒のサラサラの。そうだよね、なんかこの間そんな感じだった。まあまあね、この間も出ていらっしゃいましたけれどもね、まあ、新曲も出たんですよ。バター？バターの次。おお、バターはね、ビルボードのアメリカで7週連続1。すごいです。まあすごいよね、だから結局その何、まあ、ビルボードアメリカ、アメリカ、アメリカだもんね、すごいね。ほんで新曲が、うん、アルバムっていう形でバターと、うん、もう一曲、うん、パーミッション・トゥ・ダンスっていう曲が出たんですね。でそれもうめっちゃいい、めっちゃよくてだから今度はそれが1位になったらもう何週連続 BTS が1位なのみたいな感じになるんじゃないってみんな言うてる。まあ、確かいい曲はなんかあの、うん、いいよね。確かに覚えやすいっていうか、なんか、うん、そうなんです、そうなんです。なんかまたバターのアルバムも、うん、黄色いねパッケージとオレンジのパッケージの2つ売り出すわけですね、うん、だからもう選ばれへんから2個買ってで2個買ってでっかいポスターが2個来て、うん、これどこに貼る、もう壁ないみたいな、壁ないあかん、これはもう額っていうんですか、額、うん、っていうのは、ね、なんていうのあれ、え、あのパネルみたいな、うんうん、ポスター入れるやつ、おうおうおう、あれ買ってちゃんとはめようかというぐらいなんか綺麗なやつやった。へえ、私ポスターは貼らないな。めっちゃ貼ってますよ。マジで、うん、ポスターは貼らないな。貼ってますよ。今うち雑誌でもう傾きそう雑誌とかもは買ってないな逆に。もう今ほらだから東京リベンジャーズ の公開記念のインタビューとかがめちゃめちゃ出てて、うん、ああ、そうかそうか、それを買ってってるから。なるほどね、うん、まあ、でもちょっとねハマってすぐなので、うん、ちょっと今回はあの自分に制限かけずに買ってますなるほど、そうですよね。そうで、この間はとうとうこれあんまり宅配で届くとあかんなと思ったから、あの自分で取りに行くシステムにしました。なんで？いや、なんか知らんけど土日に届くのよ、家族がいる。あ、はいはいはい、何って言われるのが嫌で。そう、何って言われるのか、そっかそっか。なのでちょっと嫌で、はい、あの自分で取りに行くシステムもうそうですよ、だから来るでしょ、でも子供らも知ってるから、え、ビデス、ビデスっていうアルバムって、ね、開けてね、トレカっていうんです、あ、はいはい、トレカ、トレカ、トレーニングカード、はい、うん、っていうのが入ってて、誰が入ってるか分からない、うん、もうあれ開けんのとかめっちゃ楽しいね開封動画作ればいい、え、どうだろう、そうそう、わもううるさすぎて無理と思う。そういうのが面白いんじゃん一緒一緒みたいな感じで作ってみればいいの、面白い。そう、もうあれすごいなって思う。なんかなんか開ける時から、え、どっから開けんの、どっから開けんの開けるとこも分からへんみたいな、もうね一個一個がなんかときめくの、分かる。で開けて、何、どれかここの下にあるみたいな一回一回うるさいっていう。うるさいよね。そう、いいだから、そう、いいよね、娘ちゃんも一緒だもんね。そう、ほんでいやーって呼んでたーみたいなすごいすごいいいよな、そういうのがいいな。私はまだ一人でムフムフってなりながら、だからだからなんか本当はあの特に娘たちも好きやから、うん、なんか
BTS がもう話題、大きな話題の一つやから、うん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 、こう家族のコミュニケーションになるよね。なるよね。いや本当になると思う。だってさ、いやだそれこそそう言ったら全く知らない人と話ができるんだから。推しが一緒だと。私はあんま知らないですけど、はい。推しが一緒だと、だって全然普通に喋れるもん。いやよっぽど嫌な、ねね、人じゃなければね、普通に喋れるし、うん、だからやっぱりね推しの力は。すごいと思うよ。まあさすがにでもね、映画館で横になった人とは喋らないけど、さすがにね。確かに喋ってこられても、さすがにそれは喋らないんだけど、どうしていいか分からない。そう、映画館はやっぱさ一人で、はい、そうでもね、映画も良かったですよ。まだやってると思うのでね、ぜひ、うんうん、見ていただければ。2ヶ月やってくれると思うんだ。一応あの3日間興行収入の3日間では、うん、2021年の実写版では一応1位を取ったのようです、うんうん、はい。まあ、3日間の間に私は3回行って、3回行ってます。あ、4回行ってますけどね。ものすごい貢献してますね。はい、すごい。4回ぐらい、まあ、私的にはね、その、まあ、自分が行ったもそうだし、なんならね、Facebook に上げたりとか。もう宣伝しまくりやもんね。 Facebook がそれこそね、あの今年何月、先々月ぐらいからトップに固定ができるので、個人の、へえ、私だからトップに今固定してる。個人のニュースフィードのトップに固定ができるようになったんよ、うん、なんかそれはもう私今がっつりあのナイトドクターとあの東京リベンジャーズの2つ。マジか、うん、それやってないですね。番宣で出る、何に出ますよっていうの。めっちゃやりますね。まあ、ね、好きだから仕方ないよね。よくできますねって言われるけど、やりたくてしゃあないんだもんね。それやな、うん、それですね。そう、誰に頼まれたわけでもないしさ、でも言いたくてしょうがないの。打ちたくてしょうがないの。もうそれこそ我慢してる状態だからね。え、ちょっと打ちすぎかないよね。そうだから、あの投稿にするのか、それとも、まあ、とりあえずストーリーズにするのか、まあ、もうこれは本当は投稿にしたけど、でもストーリーズとかましとこかって24時間で消えちゃうけどみたいな。すごいですわ、うん、すごい。ストーリーズでね、あの今まで全然いいねとかくれなかった人がストーリーズだとなんかハートくれたりとかするから、この人絶対ファンだなと思ってる。もうほんま、でもそういえばそう言われたらストーリーズ使わないね。あれどうやって使うんかまだよく分かってないです。あ、そう、正直言って、あの Facebook でよ、Facebook のストーリーズはちょっと発音変、あの インスタの、うん、あれあるストーリーズをFacebook にもアップするっていうボタンを押したやつしかやったことない。そういうことか、うん、とか、あとアメブロを Facebook でリンクするときにストーリーズにもあげますかっていうのにチェックするの忘れへんかったときだけ。あ、そういうことなんだ。ケイちゃんのストーリーズが上がってるときって、うん、あのボタン押しただけ。シェアしますか、わざわざ。じゃあ Facebook 開けて Facebook でストーリーズアップってはしたことないんだ。やったことない。一回もないです。でどういう意図で使うかがよく分かってない。まあ言いたい人が言うんじゃない。いやそれはもうみんなね宣伝に使ってるんだと、告知とかで使ってるんだ、ね、24時間でね消えちゃうからね、うんうん、私とかもだから24時間で消えちゃうから、まあしょっちゅうしょっちゅうね、北村匠のことをあげても別にかと。ああなるほどね、うん、そういう時にストーリーですか、うん、いや分かんない、他の人はどうやって使ってるのか分かんないけど、うんうん、あでもストーリーズぐらいは自由に上げさせてよ的な。いやいや自由で何してもいいですよ。まあしちゃってますけど、結果的にはしちゃってますけど、うん、なのでぜひね、まだやってると、まあ絶対やってると思うんだ、2ヶ月はやると思うので、うんうん、こんだけの高視聴実際は高発信してるとね、はい、うん、あそうで、だからね、私3日目はの舞台挨拶の、はい、ビューイング、ええライブビューイング、うんうん、もう行ったんですよ、はい、だからの東京で舞台挨拶がやってるやつを全国の映画館でライブビューイングが見れるやつね。今やってはるってこと？そう、もうあの同時でやってるの、うんうん、だからさ、昔はさ、それこそ岡田准一の映画の時とか試写会に応募して東京に行ったりとかしてたわけよね。なんか懐かしい、ね、試写会とか。そう、試写会とかさ、みんなに Facebook ですいません、みんなあの応募してくださいって当たったらくださいみたいにやってたじゃん。まあ、今回はしてないし、うんうん、まあまあまあコロナのせいもあるんだけど、はいはい、まあ、別にわざわざ行かなくてもライブビューイングで見れるから、うん、まあ、いいかなと思ってライブビューイングにしたけど、やっぱり実物見たい。いやそりゃそうですよね、やっぱり新宿行きたいみたいな。あ、行けてる人もいるってこと？いるいるいる、はい、入れたの？リアル、そうそう、リアルでもやってた。そう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 、へえ、やってたから、
東京、東京新宿、東新宿のね2つのね映画館、映画館、映画館を2つの映画館をね行ったり来たりするんよ本人たち。で岡田准一もそうだったんだけど、まあ一回出待ちしてみましたけどね。すごいな。だからなんかね、あのやっぱりリアルに見たいなってめっちゃ思った。かっこよかったよ。いい映画の中でね、映画の中も実物もね。ああそうね、そう、ライブライブビューイングもね。そう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 。まあ、でも映画もめ、映画ね結構いいと、ケイちゃんなんで見に行かないのよ。ケイちゃん好きだと思うんだけど、韓国ドラマをちょっと見すぎてね、日本のドラマを一切見なくなってるもんで。結構熱いドラマ、熱い映画だからね、面白い。もうね、熱さの度合いがね、韓国ドラマすごいっすよ本当に。ここまでやるっていう。まあでも私もあの北村匠海さん出てなかったら見てないので。うん、いや逆にで見て出てなかったら絶対見ない映画だから私。不良漫画、不良映画とか絶対嫌だし、ボコボコされたりとか血出たりすると絶対見ないから、うん、もうだから私1回目すっごい涙出たんだけど、それはどっちかっていうとこのそういう我慢して見てるから痛そうすぎて、そう我慢して見ているからなおさら辛くて、まあ、出てボコボコにされてるのはね、たくみちゃんだから、たくみちゃんつっちゃった、たくみくんだから、たくみちゃん、ちみちゃん映っちゃった、たくみくんだから、なんかそれが、たけみちだからね、映っちゃったね、映っちゃって、たけみちだから、なんかそれが相まって、で、しかもそのリベンジをね、すげえ笑ってる、公開までにいろんな、まあ実際もリベンジを何回も繰り返してるっていうのも、うんうん、なんかこうね、いろいろ出て、涙はいっぱい出たけど、だんだん慣れてきた。まあね、ちょっとストーリーも分かってくるしね。そうそうそう、やっぱりさ、最後どうなるかが分からないそのドキドキもあるし、あ、よかったっていう、もう最後ね、もう言いたくってしょうがないんだけど。言ったらあかんやつですね。そう、最後マジで1回目の時、うわーよ、もう。ゆかさんが泣くなんて珍しいですね。そんなことねーし。そんなことないです、泣きます映画で。まあことごとくね、泣くツボがちゃうから、ね、そうなのよね。えでも私だからそこは永遠のゼロとか号泣してたからね。永遠のゼロはまあね、泣きます。あとプペルも泣いたしね。あ、そうか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 、うん、そうそう。え、あと一応私でもなんだ、 This is me ないだっけ、 This is me ないだっけ、グレティストショー、でももう涙出たからね。出た出たよ。あとは何やったっけ、泣かなかった、泣かなかった、君の名は。いやだから思った、東京リベンジャーズも結局タイムリープする話だから、あ、ついていけたんですか。いけました、大丈夫でした、よかった。なぜなら行き来するのが竹道だから、あ、ついていこうっていう気になっちゃうよ、だけだからだよ。え、他のやつもそうだっけ。あ、他のやつもそうか、うん、君の名はミツァだけか、まあ、結構いやでもシーンごとにあのすごい仕掛けがあるからね。でほらそんなに変わらないじゃん、見てくれが。確かに確かに。でも竹道はもうほら高校生と今とっていう変わるのが分かるので大丈夫でしたってあっという間の、はあ、20分のメインでございました。まだ喋り足りません。ということでエンディングはケイちゃんからの話をしていただきます。この望みを叶えるからメッセージ。どんどんどんパフパフパフ。はい。今週もちょっとリブコロカードの話します、うん。コロは何か意味があるの？コロってカラーのコロ。ほう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 。サイコロジー、心理学のコロとかとあの、ね、あのそこを取ってるって言ってありました。なるほどなるほどなるほど。で、うん、カードをね、こうタロットカードみたいにパッて引くって言ったんですけど。うんうんうん、色しかないんですよ、うんうん、でタロットカードとかだったら、うん、いろんな絵があるでしょ、うん、ちょっとなんか怖そうな絵のやつとか、うん、で私先生にね、その京都の草木先生に、うん、タロットカードねって、うん、こう朝にねこうバッて引いてね、なんかすんごいドクロみたいな分かる人が出てきたら、え、今日ちょっとあかんのかなって思って、うんうん、思う、なんかちょっと元気が
なんかなくなるったりするから、うん、もうあんまり持ってたけどやらんようになったんですって言ったんですよね、うんうん、そしたらで、まあ、そういうことはあると思うねんけど、うん、このカードは色を、うんそうね、だけなんですよ、うんうん、だから見てうわ怖とか、うんうんうん、この色不吉とか全然ないんですよね、うんうんうん、だからなんかパッて出た色の、うん、その、まあ、こういう真四角のね正方形のカードなんですけど、うん、正方形の正方形なんだそうめっかわいちっちゃいねカードでねどこにその色が置かれてるか、うん、でも意味の捉える場所が違ったりするんですよ色そのものでも違うし、うん、その色がその四角の中の、うんまあ、空間の中でどこに置かれてるかで読み解きが変わるんですよねだから結構詳しく分かんねんなって思って面白かったへえ、だから置かれてる場所によって違うっていうそうそう、ね、だからあのなんかありますやん心理学でこっちが未来、はい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 、未来あるね、うん、あるねなんかそういう空間の中でここは、うん、例えば言わんとこか何かをね意味してるよとかっていうのがあるんです、うんうんうん、だからそこを、そのまあセッションの受けてくれてるセッションというかね、うん、その相手の方の質問に対して、うん、これはこうだねっていう答えがポンって出る感じ、うんだからね空間と色で、うん、まあある種直感でこうよパンってこう受け取るみたいなのが面白い、うんうん、まあねケイちゃんみたいに直感がねピャンって働く人はいいけど、うん、そうなのでねそうなんかそれでね本があってね冊子があって、うんうん、これはこういう、うんうんうん、感じよっていうのが書いてるのが全部解説書があるんですよ。先生がちゃんと書いてくれてんだ。そうだからそれがね、うん、おみくじみたいな感じ。だからおみくじって読んでもどういうことかなって思う時あるじゃないですか。あるある。でもそれを自分ごとにちょっと変換して受け取ると、うん、ああやっぱりあの人のあれってこういうことやったんかとかなる時ありますやんか。そういう感じ。なるほど。ね、また興味持たれたんじゃないでしょうか。ぜひ警察に問い合わせをしてみてください。はい、はい、ママラフのフェイスブックページにも遊びに来てください。カタカナでママラフで検索です。ケイちゃんの情報私の情報もあります。ではまた来週お目にかかりましょう。さよなら。